ガムート、ガムートね。いやね、今日はね、まさかの森田さんとね、こうやってモンハンができることになるなんて、まあ、はい、夢のまた夢のようですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ミモネコもいます。ミモネコさん、ミモネコさんはね、結構ね、おるんでね、結構おる気。はい、いやー、でもほんとね、こうやってね、なんかゲームできるのがちょっと不思議ですね。まさか、うん、本当に。じゃあ、ガムートやっていきましょうよ。はい、気をつけてくださいね。うん、気をつける。気をつける。気をつける。うん、そんな気をつけるようなやつなんですか、ガムート。やばいんじゃないですやっぱり。ま、僕はついていきます。どこだ、8番。あ、そうそう、忘れちゃった。千里眼持ってるやん。だから、隣やろ、でも、ここまで来たら。へい。オッケー。やっていこう、ガムート。でかっ。やばい、こいつ。え、ちょ、待って待って、これ、想像以上長いけど。え、てか、これ、むしろ、あれじゃないですか、本当に。もう。いや、これね、なんていう、蒸気を逸してやがるぜ。すっごい、すっごいこれ。そんなわけないやん。いや、多分ね、そんなにでかいのはおらんよ。ミモネコさんがね、想像しちゅうね、でかっ、3倍はでかいと思うで、これ。でかっ。ドスファンゴ想像しちゃったけど、ドスファンゴとかいうレベルじゃないね、これ。おーおー、わしら足しか見えん。すっごい。何これ。本当に近接だったらもう自分がどこ切ってるかわかんない。わからない。こういうやつこそやっぱあのエリアルで飛びながらね、頭をバシ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 やりたいですね。あ、ピンチになったね。ミッチャルマンになってたよ。早速ピンチです。大丈夫、吸い込まれ。ありがとうございます。すごい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 、マジすげえ。これ想像以上だぜ。ちょっとみんながみんなピンチやん。あ、待て待て、ペイントボール投げてしもうた。全然関係ないのに。これは、これはタメさんが入るか。お、かっこいいライゼックスの剣。タメさん、タメたら開くやん。あ、そういうの大好き。すっごい、このね、変形系ね。やっぱね、男は変形するものに弱い。だいたい弱い。めっちゃかっこいいよ、これ。本当に。なんか、だいぶ紫色出てません？紫色で、紫痛い。オーラまとってるように見えます、僕からは。それは多分あれですね、僕が発するオーラですね。僕の方では見えませんもん。まあ今見たらこけてましたけど。このベテランハンターにかかれば、こんなマンモスごとき一発よ。ここ、あら、ちょ、やばった。めっちゃピンチですやん。しまった。ちょっとね、いらんことしようかと、桜見よったら雪だるまになってしまった。よし、賞賛使おう。あっ、サムートがたくさん落とし物をしちゅう。あ、こいつ二足歩行もするで。なんか、かわいいね。よちよち。お、すごい。巨獣の赤毛、蛾獣の涙を入手。え、これこいつ一応 V 破壊があるのかい。 V 破壊が、ああ、待って待って、
森田さんがやばいことになっちゃう。食べられよ。ガムートに食われよ。V 破壊あります。足と尻尾と鼻と牙どこも壊れますね。とりあえず当たるところ全部壊れる感じですね。でもあの牙はなかなか壊れ、攻撃当たりそうにないな。すっごい大きいからもう何しても当たる。うん。お、移動、そこ通れるの？無理やろ。意外とスリムでしたね。ねえ。これは落ちるやろ。すり落ちながら、すり落ちながら行ったのかもしれん。うん。あ、行け！うわあ！ちょっと待ってよ、また、もうあんなことしよったんだから凍らされるわって。あ！ちょっと待って。想像以上に、予想以上に強いぞこいつ。動きがダイナミックやきね。ねえ。足しか見えんもん。こうこう。あ、じゃちょっと。なんで、こいつは、いっつも、雪だるまにされる。はい、蹴って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 。はよ、蹴って蹴って蹴って。硬い硬い。この雪だるま硬い。はよ、蹴って。硬い硬い。キックで壊れんとか。蹴って蹴って。それはね、キックで壊れちゃう。キックで壊れないんではない。キックで壊れないんではない。ない、当たってなかった、はい、僕の目では。あ、なるほど、ラグってたんですね。よくあるある。おー、すっごっ、こいつマジすごいな。よし、なお大剣の使い方としてなんかいまいちこうどういう風に使ってったらいいのかよくわからん、この武器。なんかギルドとかの何ですかね、ハンタースタイル、スタイルを変えた方がいいのかもしれんな。入った。溜まってる時じゃないと、ブレブモードじゃないと溜めできませんもんね。今はブレイブですね、これ。そうですね、ちゃんと敵の攻撃を当たりにいかんねえ。おおおい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 、一瞬ガムートの内臓が見えた。オッケー、ブレイブが溜まったからにはこっから回復。この変形機構があるこの剣でお前を切り裂いてやるってばよ。はい、だだだ、およっ、これはタメさん当てるで、タメさん行くでよ。どっこい、どい。このステップが使えるのがすごいいいですね、このブレイブになったら。最近やけど、なんかなんていう軽やかな感じが。お。お、お、お、お。あーお。これ後ろの足は壊れたとしたらもう一回行こうか。これな、何これは、ブリザードを巻き起こして足に雪を張り付かせるがこれ。また捕まった。やばい、
食べられよ、また食べられよ。よいしょ。このこいつの雪だろ、まあ、なかなか硬いな。ねえ、マジで硬いんですけど。本当に硬い。かなり奴は嫌がっているぞ。な、何を？え、いや、我々にやられるのじゃないろうかね。何をと。猫さんが避ける俺の攻撃。避ける。一生懸命追いかけてるのに避ける。うん。気づくのが遅かった。猫猫さんにはね、その意味が通じてない。きっと。いやいや分かって、止まったって。もうむしろなんで撃つがなぐらいにしか思ってない。でも遠巻きに2人の動きを見てるとすごく面白いですね。うん。カレーでしょ、カレーでしょ、かなり。いや恥ずかしい、恥ずかしい。もうなんかね、ベテランハンターから漂うね、なんていう、もうそのね、ベテランのそれが、ベテランのそれよね。うん、オーラが漂う。それ言っちゃうんだ。また雪だるまになった。雪だるまになった。もうほんと雪だるまになった。もうありがとう。あー、謝った。このライテックスのこの外見めっちゃかっこいいやん。気に入ったわこれ。生涯我が愛刀にしよう。あ、待って待って、また凍った。また凍った。え、ちょっと待って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 、こいつ何しようかわからん、ほんまに。あ、知らん、あんだり体力がなくなるわ、あいつの足元おったらねえ。怖いわ。何されようか分からんもん。本当に。おり。な、これやつは疲れているのかい。疲れてますね。ここで。おっ、おっ、おっ、あ、あ、当たらなかった。バッチリ見てました。見ちゃダメー。よっしゃ、角折ろうかね。折って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 。顔の前に行くの怖い。やつの牙を。すごい怖い。あれあれ、あ、いや強すぎたか。ちょっとね。これやばいわ。めっちゃ。わ、内臓剥ぎ取るわ。内臓剥ぎ取るわ。ほんまに。こんなでかいモンスター、今までね、なんていう、船に乗るようなやつしかおらんかったん。めっちゃで、ラオシャンロンとかね、ああいう系のやつ。ちょっと特殊系のやつ。うん。でっか。内臓エグ。いや、空っぽでしょ。マジエグいわ。この辺りから見える目が可愛いんですけどね。あ、なんか中から見るこいつの歯怖い。怖っ、こいつ目あるの、こいつの。わお、なんかめっちゃ寒い、めっちゃ寒い、めっちゃ寒い、めっちゃ寒い。大丈夫か、大丈夫か。でもこの帽子のロゴが可愛いでしょ、クマみたいに。可愛いです、可愛いです、可愛いです。ね、象なのに。象なのにね、なんかもう なんやろね、これ本当民族衣装ですよね、これ。雪国。耳のやついるのかなって。すっげー。もう頭はね、でもなんか頭は出てない。頭ある、あ、そう、本当や本当や本当や、クマや、クマや。なんか、待って、この帽子は、帽子はね、
一押しやね、これ。かわいいわ。帽子はマジでかわいいわ。すーげえ。野草の知識がつく。いい、あれ待って、これ、ザザミの鎧ってお尻にハートがついてる。うん。ハートのポシェットがついちゅう。ついてます、ついてます。ポーチ？ポシェットって言わんね、もう今の人。古っ。ポシェットなんて言わんね。通じませんよ。通じませんよ、本当に。すっげえ。え、結局これは、あれ、弱点としてはやっぱ火が弱点なんやね。うん、そうです。ね。ね、で雷耐性はもう一応マイナスはマイナスなんか。ガムとほんまあれですね、あの動画映えするような感じのやつでしたね。とりあえずでかい。でかい。まさかあんな感じのやつやと思わんかったんで、ほんと想像ではね、あのドスファンゴやったんでね、僕の中では。グダグダ実況ご視聴ありがとうございました。これからもグダグダやっていきますので、チャンネル登録お願いします。特につぶやかないツイッターもよろしかったらフォローお願いします。それでは、エンジョイゲームズ。まったねー。